列車側面設置の愛称番見好しは、西日本旅客鉄道がゲイビ線のビンゴ落合駅、三次駅、広島駅間で運転していた、急行列車である。ゲイビ線及び、木スキ線で運転されていた、優等列車の遠隔についてもここで述べる。引用連絡線の急行列車の一つとして、運転されていた、千鳥の運転区間の短縮により、1985年に、 三好が運転を開始した。2000年には、ゲイビ線の急行列車の総称として、最盛期は4往復運転されていた。しかし、沿線住民からは、急行料金が不要な快速列車の増発運転への要望が強く、また高速バスの台頭などもあって、平均乗車率が30%程度まで低下し、これ以上の利用者の増加を見込めなくなった。さらに、 車両の老朽化も進んでおり、2007年7月1日に廃止された。三好の列車名は、警備線のほぼ中央に位置する三次市から取られている。ビンゴ落合駅、三次駅広島駅間で4往復が運転され、このうちビンゴ落合駅三次駅間は、普通列車として運転されていた。列車番号は、三次駅広島駅間では、号数プラス810で、 ビンゴ落合駅発着の列車はビンゴ落合駅三次駅間では直通する列車の合数プラス1820であったビンゴ落合駅発着の列車はビンゴ落合駅で新見方面の列車に接続していて4時間ほどで移動することができた三次駅広島駅間の所要時間はおよそ1時間10分から20分で2006年3月17日までは60分台の 列車もあったが、JR 福知山線脱線事故をきっかけに、所要時間の見直しが実施されたことにより所要時間が、伸びている。ビンゴ落合駅、この間は各駅に、停車、三次駅、公立駅向原駅、四和口駅広島駅急行、三吉大木波58系廃止までの1ヶ月間だけ、取り付けられた、ヘッドマーク木ハ58系起動車2両編成3本が、 使用され、通常は2両編成で運転されており、普通車自由席のみの設定で座席指定席は連結されていなかった。当時、急行列車で9波28.58系機動車を使用しているのは三好のみとなっていたが、この列車の廃止により、急行系車両による急行列車と中高の急行列車が消滅した。他客時には二両増結された四両編成で、また、 団体輸送が生じた際には、専用車両を並結した6両で運転されることも、あった。この車両は、前運用で普通列車にも使用され、朝、広島から改装で送り込まれ3時発となる 2829D、広島発3次行の 1866D、3時発、広島行の最終列車となる 1877D に充当されていた。千鳥、 太平洋戦争終戦後、原子爆弾投下から急速に復興した広島市は、国の出先機関が設置されるなどの施策で、中国地方全域の中心都市として、急進性を強めた。このため、従来は、京阪神方面との結びつきが強かった、山陰地方からの交通需要が高まった。しかし、広島に連なる、陰用連絡の鉄道路線は、警備線、ひつ線、 白尾線がすでに全通していたものの、戦後しばらく優等列車の設定はなく、普通列車も鈍速で本数が少ないまま置かれていた。国鉄が新たな需要に対し迅速な対応を変えた中、1950年10月から市畑電気鉄道が松江広島間急行バスの運行を開始。昼夜各一往復運転で新鋭の大型バスを投入し、 当時の道路状況の悪さにもかかわらず、峠越えを含む 200km 弱を6時間30分で運行して直通客の獲得に成功した。これに先立つ同年6月から、国鉄は自動車線の雲芸線に、出雲今市便も10日市間や交便の運行を開始、警備線との連絡を図っていたが、市畑電鉄バスの好成績から、山陰広島直通列車運行に踏み切る。 鉄道としては最短ルートとなるキスキ線経由で1953年11月に臨時列車として米子駅広島駅間に快速列車が運転を開始した。この列車は松江城の別名である千鳥城にちなんで千鳥と命名された。1955年には夜行列車の夜行千鳥も運転を開始した。全区間で 上気機関車が牽引する客車で運転され、急峻な勾配を要するキスキ線内では、簡易線向け大型機関車の C56 型によって牽引される過酷な条件にあったことから、2.3等号、作り車を含むわずか3両の軽量編成が組まれ、千鳥、夜行千鳥とも同じ編成で運転されていた。1959年に、準急列車として定期列車化され、 使用車両も準急用の二機エンジン協力車である、キハ55系機動車が投入され、無煙化と大幅な速度向上が実現し、以後この地域のローカル優等列車には、基本的に機動車が使用されるようになった。1962年に、夜行千鳥が千鳥に統合されて廃止されたことにより、千鳥輪に往復が運転されるようになった。機動車列車となったことで、 客室面積に寄与しない機関車が不要となったことと、牽引定数に縛られない車両の増解決が容易になったため、木月線内では、出雲坂根駅の三段スイッチバックにて、線路有効長を最大限に活かすなどの対策を講じ、輸送力の向上が図られた。1966年に急行列車化され、1968年には、警備線、木月線で運転される、 急行列車の愛称が千鳥に統一されたことにより、3往復となったが、米子鉄道管理局管内では、急行、出雲と並び、決出した乗車率の列車であった。繁忙期には輸送力が不足していたため、上りを中心に臨時列車も運転され、夜行千鳥が3本運転される日もあった。その後、上り、 夜行千鳥の末端区間の松江鳥取間は普通列車となり、通勤輸送を担うことになり、前日の山陰本線経由、三辺の付属編成を夜名子止まりとして、翌朝の夜行千鳥とつないで7両編成で運転していた。1972年から中国地方と山陰地方を結ぶメインルートは、白尾線が担うようになり、さらに1975年3月の、 山陽新幹線全線開業、中国自動車道や国道54号の整備が進むにつれて利用者数が低下した。1980年には夜行地取りが廃止されたが、廃止直前の夜行地取りの収入は1日20万円であった。1985年には運転区間の短縮によって、三好が運転開始されると1往復にまで削減された。 国鉄分割民営化後も継続して運転されたが、1990年に木月線への乗り入れが廃止されて、運転区間がビンゴ落合駅広島駅間に短縮され、2002年7月に運転区間は維持されたものの一部区間が普通列車化されたことにより、三好市に統合されて廃止された。二千十三年八から九月に運行されたの臨時休地取りその後、 広島県デスティネーションキャンペーンの一環として、2013年8月31.9月1 7日に、広島3時間で1日1往復、リバイバル急行、千鳥が運転された。車両は、往年の急行系機動車色風にラッピングされた、キハ48系の二両編成が使用され、全区間全車指定席での運転となった。途中停車駅は、下、深川、 シ口、向原、吉田口、公立であった。退職1962年3月から、準急列車として、岡山駅広島駅間を、白尾線、芸尾線経由で運転を開始したもので、東場駅の南西に位置している、退職橋にちなんで、退職と命名された。岡山駅新見駅間では、新時に閉結され、新見駅で増解決が行われていた。 直通利用はなく、新見駅三次駅間はキハ20系の一行で運転されていたが、1966年に急行列車か、1968年には火場が統合され、二往復になった。1972年に白尾線内が削減されて、全列車が新見駅広島駅間の運転に統一され、しばらくは二往復が維持されていたが、 並走する国道の開通と中国自動車道の一部開通により、1980年に一部の区間が普通列車として運転されるようになった。1985年に一往復に削減されて国鉄分割民営化を迎え、1991年にはビンゴ落合駅広島駅間に変更されたが、2002年に運転区間が同一の三好に統合されて廃止された。 白切、千鳥の増発列車として1962年3月に、米子駅広島駅間で運転を開始したが、千鳥は、芸備線、キスキ線経由で運転されるのに対し、白切は、白尾線、芸備線経由で運転された。キスキ線経由 242.3km と、白尾線、経由 244.3km で、運転距離もそれほど差はないが、 線形は、白尾線経由の方がよく、米子駅広島駅間の所要時間は、千鳥よりも30分以上短かった。1966年に急行列車化されてからも、運転区間の変更はなく、1968年に千鳥に統合されて廃止された。列車名の由来は、3つの河川が合流する三次市で、発生する霧である。 稲葉1964年10月から1968年10月まで、鳥取駅広島駅間で運転されていた、準急列車、急行列車で、乗車率の高かった千鳥の救済のために運転されていた。広島駅鳥取駅間は、夜行列車として運転され、1966年に急行列車化されたが、1968年にわずか4年で廃止された。 日は1967年10月からわずか1年間だけ運転されていた急行列車で新見駅広島駅間で一往復のみ運転されていた。芸備線を走行する列車はキスキ線か白尾線に乗り入れて中国地方と山陰地方を結んでいたため純粋に芸備線のみを走行する優等列車としてはこの列車が初めてであった。新見駅6時30分発で 広島駅には9時58分に到着するダイヤは好評で三次駅広島駅間の乗車率は高かった。列車名は広島県、島根県及び鳥取県にまたがるひば道後大社区国定公園にあるひば山が由来となっている。山の湯広島駅から湯原温泉や奥津温泉の観光需要を促進するために 1972年3月から1980年10月まで運転されていた急行列車で津山駅広島駅間を姫新線、ゲイビ線経由で運転されていた。しかし、運転速度が遅く、1979年10月に中国自動車道が一部開通したことにより、1980年10月に廃止された。ありがとうございます。